よう。よう。お兄ちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、このホーンフロックの肉ってアイテムどうやって使うのかな。食べられるってこと？ちゃんっていつもアスナさんに手料理をご馳走になっているの？
んだ。ふーん。アスナさんのところに持っていくのはやっぱりやめ。お兄ちゃん、私自分でやる。私だってこの2年間でお料理勉強したのよ。アスナさんばっかりずるい。私だってお兄ちゃんに手料理食べてほしいの。ごちそう食べさせてあげるから。ごめんなさい。体に悪いよ。私のせいだ。私の。
ちゃん体震えてる。寒いの？どうしよう、どうしよう。どうすればいいの？そうだ、寒いなら私の体で。こうやってれば少しは暖かくなるはず。大丈夫だよお兄ちゃん、私がずっとついてるから。お兄ちゃん、おはよう。よかった。少しは良くなったみたいだね。私はよくこうしてくれてたじゃない。私が風邪ひいた時ずっとそばについててくれた。だからお互い様、兄弟なんだから助け合うのは当たり前だよ。温めるっていうのはちょっとやりすぎだったかもしれないけど、
うだ、お兄ちゃん朝ごはん食べられそう？お待たせ、お兄ちゃん。はい、お兄ちゃん朝ごはん。これくらいなら私の熟練度でも作れるからさ。時はいつもこんなお粥作ってくれたよね。味付けはシンプルなのになんだかとっても美味しくて。現実に戻ったらちゃんとした手料理食べさせてあげる。リアルだったらアスナさんにだって負けないんだから。ちょっといいかな？ちょっといい？